はい、続いてはスペシャルコーナーでございます。はい、森光プロについていろいろとお話を伺いたいと思います。はい、お願いします。まずプロフィールからですね、1998年3月1日生まれ。はい、ってことは今いくつですか？私今21歳です。21歳ですよ。どうですか福さん？いや、僕は44ですからもう半分以下っていう。44歳なんです。見えないですね。見えないです。若いですね。日焼けのおかげだと思います。日焼け本当にもう見るたびに黒いなっていう感じがする。あの2017年に海外のプロテストに合格と。はい、そうですね。海外のプロテスト、あ、フィリピン。はい、フィリピンのプロテストに合格しまして。なるほど。とティーチングプロのライセンスも一緒に取得しています。あ、そうなんですね。はい、あ、日本のプロテストはこれからでした。そうですね、9月に一次予選が始まるんですけど、そちらの方に出場予定です。はいはい、今年の、お、はい、じゃあ来月ですね。そうです、初挑戦なので。あ、そうなんですね。はい、頑張ってください。頑張ります。応援してます。ありがとうございます。ゴルフを始めたきっかけっていうのは何だったんですか？もともと私の家族は誰もゴルフしてなかったんですけど、はい、父と私が小学5年生の時によくドライブをしてまして、はい、で、近くにあったそのゴルフ練習場に行ってみたんですけど、うん、その時にプロのレッスン会があってて、で無料で参加できるからっていうことで私も参加させてもらったんですけど、はい、その時からちょっとハマっちゃって家族でやることになりました。あ、じゃあひょんなきっかけから、はい、あ、じゃあもう今ご家族と一緒にゴルフやってる。そうですね、弟とお父さんと3人でいつもやってます。そう、弟さんもいらっしゃるんですけどめちゃくちゃ可愛いんですよ。ありがとうございます。もうね、お肌が卵。卵ちょちょちょえ、おいくつなんですか弟さん？15歳です。15歳、はい、15歳、え、こう、中学3、高校1年生かわいらしいんですよ。ぜひあの弟さんも今度東京にいらした時にラジオ出演してほしいです ね。お願いします。はい、森光プロのベストスコアはいくつですか？試合のベストは67で、プライベートのベストスコアが65に。うわですね。まあ、でもやっぱプロってそういう世界なんですかね。それでもまだまだって言われる。すごい。あれ、福さんはちなみにゴルフはされてなかった？あれ、あの応援する側ですもんね、いつも。何でも、あのアーティストでもゴルフでも応援する側ですもんね。まあ、令和になって1回だけやりましたけど。そう、引くスコアでした。スコアいくつですか？147。お、あ、まあでもすごいです。いや、すごくないすごくない。何一つすごくない。あ、でも行ったんですね。あの、どうしても行かなきゃいけないゴルフがあって、はい、それで行って、はい、でワンオンチャレンジっていう、あ、まあ、ありますね。まあ、コンペだった、はい、コンペでワンオンチャレンジがあって、はい、僕左打ちでめちゃめちゃボールが曲がるんですよ。はいはいはい、でそれを見越して180ヤードのパー3をドライバーで打って、うん、ドライバーで曲がる分も計算して。なすごい。あらかじめ右とか向いといて、はい、そ乗って、すごい、すごい乗って、人生で、はい、人生3回目の、はあ、あのバーディーパットを打つって。うわ、結構近かったんですか？全然です。パーでは、ボギー。あ、まあ、そうなっちゃいますよね。そうなんですよね。ただ、まあ褒められました。あの曲芸打ちでワンオンする人見たことがない。すごいですね。私も見たことないです。そうですよね。ちょっと見てみたい。聞きますよ。そんなに分かるんですけど、僕がもし YouTuber であの動画上げたら、うん、まあまあの再生回数も気になる。ちょっと今度やってみましょうか。ぜひあのみほチャンネルに出演していただいて。じゃあ、じゃあ、あやかさんなんで。あ、そうですね。あやかさんの得意クラブとか苦手クラブってありますか？私はちょっとドライバーが一番得意ですね。あ、得意なんですね。え、飛距離はどれぐらいですか？飛距離は今のとこ240がアベレージかなって感じです。すごいですね。え、これからなんか鍛えてもうちょっと飛ばそうとかはあるんですか？これをもうベースにっていう。飛ばそうっていうより、そうですね、安定感重視でいきたいので、やっぱり日本のコースって狭いコースが多いんですね。なんで飛距離も出して、なおかつ安定感のあるドライバーショットを打てるようになれば、やっぱりパーオン率も上がってきますし、そこは大事かなって思います。いや、なんか今聞いてて、そこが私との違いだなと思いますね。飛ばしたいんですか？飛ばしたい。いや、そうなんですよ。いや、安定一番大事と分かってるんですよ。心の中では分かってるんですけど、実際その練習場とかコースに行くと、
飛ばしたい飛ばしたくなっちゃうんですよ。そうなりますよね。でしかも最近 それじゃいけないと思って安定を求めて振ってたんですよ、はい、そしたら飛距離が落ちてしまって、なんかこうなんて言うんだろうな、あんまり飛ばそうとするとブレちゃうし、その力を抜いて振ってたら飛距離が落ちてしまって、だからなんかそこが難しいなって思います、ね、そうですね。やっぱり力抜くとやっぱり上半身の力を抜いてしまうと下半身が止まってしまうんですよね、はい、だから下半身をしっかりフィニッシュまで持っていくとしっかり飛距離も出てくるようになるので。なるほど、はい、やっぱりすいません、ちょっと今ここでいろいろ聞いてもいいですか？あの私体が硬いんですよ。やっぱり柔らかい方が、いやまあ肩甲骨とか骨盤とかすごい硬くて、やっぱり柔らかくした方がその体も回って飛ぶようにはなりますか？はなると思います。やっぱ違うんですね。肩甲骨周りと股関節周りっていうのはすごい重要な役割を果たしてくるので、はい、あそうなんですね、はい、柔らかくしましょう。何かあるんですか、そのストレッチのやり方？あストレッチ方法は結構いろいろありますね、誰でもできるってことなんですか？全然と腰に手を当ててみてください。はい、腰に手を当てました。肘を前の方にグーッと片手で押してあげるとグーッと前に来るので、そういうようなストレッチ。これだけでも、そうですそうです。でも結構痛いですね。結構胸の前までこの肘が来るようにしてあげるストレッチっていうのは胸の前まで行ってますよ、はい、大事になってきます。なるほどなるほど。全然前に人に押してもらうと両方の肘が前でくっつくようなストレッチ方法になってきます。えだって私180度くらいになるんです。ここが柔らかくなったらその肩甲骨が柔らかくなるからもうちょっとこう回るようになるっていうことですか？はあ、なるほど。でもこれだったら座りながらでもできますし、あ全然いつでもできます。いつでもできますもんね。そうですね。やろう。ちょっと今度ゴルフ行くときは最初にストレッチしてから。私結構自分に甘いので今度一緒にいるとき、はい、思いっきり後ろから押してくださいあ、ふくらさんも結構硬いですね。硬いですね。柔らかくはないですか？そのあれですか、前屈した時に前屈はマイナス6センチが最高。マイナス6、あ、じゃあペタってくっつくってことですか？マイナスだよ、マイナス。ついたら何センチ？あ、なるほど、なるほど、なるほど。私膝の高さなんですよ。硬っ90度ぐらいでもこれでも毎日お風呂上がりにちょっとずつやってるんですよ、前屈。これでも柔らかくなったんですけど本当に90度もいかない、ちょっと120度ぐらいしかいかない。硬いですね、それは。そうなんですよね。ベタつきしますね。しますね。すごい、はい、きますね。じゃあでもそこじゃないですか。でも逆に そこがちゃんと可動域として使えるようになれば、うん、そこがちょっと柔らかくなってくると多分、はい、変わりますか？だいぶ、はい、距離に出てくると思いますよ。ちょっとやっていきますね。いやでもこういうこと聞くとよりやる気が出るので、今年はもうちょっとその手がつくようにまずは目標を立ててやっていきたいなと思います、はい。あやかさん今は どのような活動をしているんですか？現在はですね、海外の試合に出場したりですとか、地元宮崎のレッスン会などもやっています。あそうなんですね、はい。海外っていうのはどこ？フィリピンとあとタイの方で。あなるほど。今出てますね。じゃ結構日本とそのタイとかを行き来して。そうです。行動してるんですね。行き来してます。いやでもかっこいい。すごいですね。なんか今の課題とかってありますか？今の課題はですね、とりあえずあのオーバーを打たないようにっていうのは心がけて。あ72以上、はい、結構難しいんですけど。あやっぱり距離のあるコースが多いので、はい、飛距離がちょっと出ないとやっぱりスコアが崩れてしまうので、パーオンとかも狙えなくて、はい、焦って飛ばさないとと思って。あやっぱりそういう時もあるんですね、はい、できるだけ。なんかそう焦った時ってどういう風にこう対処してますか？私は空を見るようにしてます。あ空、はい、結構前ばっかりを気にしてしまいがちなんですけど、はい、空を見るとちょっと気分が晴れるので。なるほど。深呼吸して。いいかもしれないですね、はい、なんか焦った時こそコースを見て、なんかもっと戦略的に行かないととか、はい、OB 見てしまったりバンカーの数とか気になったりしますよね、はい、だからもうコースを見ないで空を見る。はい、空を見ます。あとは雲の流れとかを見たりして、次のその上空の風のことだったりとか、はい、ちょっと大きく考えるように心がけてます。なるほど、はい、ちょっと私もそれでやってみようかな結構その切り替えが難しいなと思ってて。そうですよね。なんか言葉ではいや大丈夫次切り替えて
またリセットしてやろうって言ったり思ったりするんですけど、できないんですよね。やっぱりメンタルの面で弱い部分があるので、そこはちょっと鍛えていかなきゃなと思います。ちょっとまだまだお話聞きたかったんですが、あっという間にお時間になってしまいました。最後にリスナーの皆様に一言いただいてもよろしいですか？はい、これからですね、9月に、プロ試験を控えてるんですけども、日本ツアーに出れるように頑張りますので、これからも応援していただけると嬉しいです。あとインスタグラムなどもやっていますので、ぜひ見てください。はい、ありがとうございます。ぜひ皆さん、森光彩子プロ応援よろしくお願いします。はい、ということで本日は森光プロと、福さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。